こんにちは、彩りです。今回は200円の小花ブーケを買ったので、シンプルにグリーンを合わせて白とグリーンのアレンジメントを作ります。今回使う花はこちらです。まずはピオニーのブーケ。フォトス。テマリソウ。ファンピック。こちらの4種類を使います。器はこちらを使います。陶器の小鉢12センチです。フォームは長方形サイズの8分の1を使います。このまま入れると少し高いので、器から出る分をカットします。だいたいざっくり線をつけておいてカットします。この角があると刺しにくいので、最初に角も落としておきます。角を落としました。今回はフォームを接着していきます。器はまた再利用したいので、剥がしやすい養生テープを貼って保護しておきます。先日コメントでマスキングテープもいいよと教えていただきました。使いやすい方で試してみてください。テープを貼れたので、テープの上に接着できるように留めていきます。テマリソウとブーケはバラして使います。フォトスは1本ずつに切り分けます。最初に主役の白いお花を2本刺していきます。中央付近に高さを変えて刺します。グリーンファンを切り分けます。両脇に出したいので長さをチェックして、ここら辺で切り分けようと思います。こちらの薄い方は
一つ残してここで切ります。もう一つの方は二つ残してここで切ります。3本に切り分けました。切り分けた先端の2つを両脇に入れていきます。ワイヤーが入っているので少し動きをつけておきます。葉っぱの位置は真横同士ではなく、少し斜めにして刺します。長い方を後ろ目に使います。半分より少し後ろ目に。高すぎたり低すぎたりせずに、器に自然に沿うように刺します。こちらも動きをつけておいて、真ん中よりも少し前に、高すぎず低すぎず器に沿うように刺します。上から見るとこんな感じです。次は手まり草を刺します。白いお花の前と後ろに刺していきます。上から見るとこんな感じです。ブーケについていたグリーンを刺していきます。前の方の目立つところに刺します。最後にポトスで全体を整えていきます。残っているファーンピックは様子を見ながら入れていきます。ポトスは葉っぱが動かせるので調整しながら使っていきます。器を動かしながら全体をチェックしていきます。オウムが目立つところを隠すように埋めていきます。後ろも埋めていきます。
アレンジメント完成しました。最後に残しておいたファーンピックはこちらに使っています。ポトスは大きい葉っぱもあったのでカットして使いました。ハサミで普通にカットするだけでほつれないで綺麗に形になっています。白とグリーンのシンプルなアレンジメントでしたが、グリーンの発色がとても綺麗で質感の違いを楽しめるアレンジとなりました。インテリアにも合わせやすい白グリーンのアレンジメントを楽しんでみてください。それではまた。ご視聴ありがとうございました。